で、ゴーって人に物を奢ったこととかすごい覚えてて、それをね、ずっと言ってくるんですよ。何日経っても何週間経っても。あのご飯美味しかった、美味しかったよね、みたいな。いや、ありがとう、ごちそうさま、ゴーあれ美味しかった、みたいなこと言わされるというか。しかも女の子のおる前でそういうことが多々起こります。いいんですよ。僕らはごちそうしてもらってるし、ゴーが目立てばいいと僕は思ってるから。僕はいいんですけど、タレントさんはそうは思わないですよね。うん。だから昔タカから聞いたのは、恵比寿のラウンジかなんかでタカたちが飲んでるところにたまたまゴーもいて、ゴーがタカらの席の支払いを全部したんですよ。だからタカはもちろんありがとうって連絡しますよね。でゴーはその時に、いや、あの店高いね、何十万したよみたいなことをタカに言ったんですけど、まあそれでもタカは、あ、ごちそうさまやからありがとうってなるじゃないですか。まあその話をその後何回もするんですよ、みんなの前で。で、もうおごってもらわなきゃよかったってみんななるんですよ。